我々の方で、まあ、よく箱入り娘、箱入り息子なんてことを言いますが、昔は一生懸命娘や息子をこの箱に入れておいて大事にして、虫がつかないように、まあどんな虫がつくか分かりませんけれども、ところがあんまり入れておくとかえって虫がつくという不思議なもんでございますね。大事にしてるとガーッといっちゃう。まあ、こればかりは親御さんにはどうにもならないもんですね。今は大変にさっぱりしておりまして、自分で、ね、結婚しない、何結婚、僕と考えようかな、いい名付けがいるんだけどな、国に。そう、古いのね、いいわよ、じゃあ隣で当たってみるから。なんだかわからないんで、まあ、やっていますけれども、まあ、時代でございますね。まあ、そういう自分にはそういう自分らしいお話ができておりまして、ああ、どうしたい、お医者さんお送りしたかい。ああ、そりゃよかった、うん、で、あの通りかい、やはり前のお医者様と同じでございます。別に、何か悪いところはないという、なんかくよくよ思い詰めているものがある、それを叶えてやればというような話でございますけれども、しょうがないな、もうあんなに痩せ衰えて、いやお前さんも聞いてくれたかい、うん、私もそう言われるたんびにせがれに聞くんだけれども、なんとも言わないんだ、何も食べないしね、困ったもんだ、困ったもんですな、どうしたらいいかね、どうしたらよろしいございましょうか。お前さん私の真似ばかりして、こうしよう、金兵衛呼んできてくれ。え、あれはね、ちっちゃい自分からね、あれと遊んでいてね、あれの言うことならよく聞くんだ、あれに聞かせましょう。え、呼んできてくれ。あ、そうですか、かしこまりました。あ、来たかい金兵衛、ちょっと上がってくれ。あ、実はね、せがれのことなんだけども。あ、そうですか、具合が悪いってのは聞いてたんですけども。へえ、で、お葬式はどういうこと。いや、まだ死んじゃいない。おお、そう、これはどうも、あ、すいませんでした。で、いつ頃。ちょっと、殺すんじゃないよ。まあね、なんだ、つまり今度のお医者さんもそうなんだけども、なんかその腹の中で思ってることが、それを叶えてやればせがれのはその治るというんだ。で、ばあさんと私と聞いたって、番頭が聞いたってどうしても言わない。そこでひょっと気がついたね、金さん、お前さんはね、赤ん坊の自分からあれの面倒をよく見てくれた、お前さんならね、聞き出せるかもしれない、聞き出しておくれ。そうですか、それだけのことで、これ、みんなご心配、親不幸なガキですね、あいつは。よし、よしよ、言うこと聞かなかったら逆さに吊るして、あのね、患ってんだから大事にね、分かってたなって、ちょっと聞いてきますからね。ね、親ってもの、ありがてえもんだね。ああやってね、ごめんごめん、終わるの、とうとうお前をよこしたか、分かってたんですか、お前をよこすだろうと思ってた。なんか腹に思ってることが、それを言わないうちは私はこう動きませんからね。何を隠してる、大きな声を出す、言うよ、言うけれども、お前笑わないでおくれよ。いや、笑えない、人のことを聞いて笑うね、まして患ってる、それを聞いて笑うわけよね。喋らないね、なん、実はね、10日ばかり前に向こう島へ花見に行ったんだよ。そうしたらね、
ちょっと疲れたんでね、婆屋を連れて行った。婆屋も疲れたって言うから、掛け茶屋に腰を下ろしてお茶を飲んでいた。すると前に腰をかけてお茶を飲んでいる娘さんがいる。この娘を見て私はびっくりした。はあ、ひげから返したんですか。バカ。綺麗なんで驚いた。ね、ああ、世にはいい女がいるもんだと。こっちは思わずポーッと赤くなった。向こうもこっちが見つめたもんだからポーッと赤くなった。はあ、ポッポーってやつですね。で、どうしました。それでね、いきなりかじじ、そんなことするわけ。するとその人もばあやさんかなんか連れてきてたんだけど、立つ時に軽く会釈してスッと行った。その後ろ姿を見てぼんやりしてひゅっと見ると塩瀬の茶草が忘れてある。慌ててこれを後から追っかけてって届けると、ありがとうございましたと言って、自分の持っていた女持ちの扇子に背を早み岩にせかるる滝川のという歌を書いて私に渡してくれた。はあ、あんまり聞かねえドドイツですね。ドドイツじゃない、職人一種の中でね、これはな、ストクインさんの歌だ。背を早み岩にせかるる滝川の、割れても末に合わんとぞ思う、今は別れても末には一緒になりましょう、その紙の句を書いて私に渡してくれたんで、それを持って帰ってくるともうなんだか分かんなくなった。あ、世の中のことがどうでもよくなって、ただあの人に会いたい、その顔だけか出てこない。お前の顔もこうやって見ているとだんだん似てきた。ね、よいよ、ちょちょっと驚いたね。へえ、そんなこと心配することありませんよ。そうですよ、早い話が、その分からんな、惚れた女が声引っ張ってくれんちゅ、それおしまいだね。あんな、うわけない。探してくれるか。ああ、探しますよ。で、どこに住んでる。え、どこに住んでる。わかんない。わかんないって、おおよそのところはわかりそうでしょ。確かに日本には住んでる。江戸だろうね。江戸ね、日本と江戸ぐらいしかわかんない。名前なんて言うんです。わからない、何にもわかんない、ただ綺麗な。それだ。いや、大丈夫ですよ、探してあげますよ。安心して待ってください。その代わりに、ね、臭いちょっと言い入らないんでしょうね。家に入ってすっかり磨いて、ひげでも剃ってね、呼んできてちっとくっと綺麗になって待ってらっしゃい、ね、連れてきますよ、その綺麗なびっくりするのね、じゃあ、なんでしょう、力つけてなんか食ってらっしゃい、なんかこんななってると嫌われますよね、よわすか、はい、まだ子供だね。行ってまいりました。ほう、どうだった、聞いてきました。ああ、そうかい、よかったよかった、ばあさん来なさい、聞いてくれた。なんだい、それはね、10日ばかり前に、その向こう島へ花見、ばあやとそれから定吉を連れてやったかな、なんか友を連れて、あの花見にやりました。で、どうしたと、なんか掛け茶で腰を下ろして、お茶を飲んでると前に座った娘が、その娘を見ると若旦那びっくりして驚いちゃった。ひげが生えてると思うでしょ。そんなことは思わない。びっくりしたということは
いい女か。いい、それ分かってんだな、やっぱり。親子なんですね。そういうことは分かるんだ。でね、その、娘がね、立つときに、その、塩瀬の茶袋かなんか忘れてった。わざと忘れてったんですね。お互いに顔見てポッポーってなっちゃったんですから。で、その若旦那が届けると、その娘さんがね、持っている女持ちの扇子にね、なんとか言ったね、変な歌書いたんですよ。言うでしょ、あそこのところに、ほら、大勢いてさ、ね、でも、こう、並べてさ、ね、へーって、やる、100人しか、それ。それ中にね、スイトンクーってやつがいました。スイトンクーっていう人はいないな、スイトンクー。あ、ストクインさんか。そうだ、その野郎です。ストクインさんの句、瀬尾早見岩にせかるる滝川の割れても末に合わんとどう思うか。さ、それなんですよ。立ち行きしてた。立ち行きはしてない。わ、分かった。そのね、こうね、真ん中からね、パキーンとってね、でこれ上の方だけ書いて、まさ、不思議な表現です。歌をポキンと折るか。で、瀬尾早見岩にせかるる滝川のと書いて、で、すがらに渡した。そうなんです。その若旦那もらうってえと、ポーっとして帰ってきちゃった。ね。すでおかしくなっちゃった。ね。こうやって見ていると、その娘さんに。分かったわ。死んでどうした？見たのに。だから、ああ、いいよ、若旦那の病気ってのは、そのね、娘がそこへ連れてくりゃ治るんでしょ。連れてきますよ。そしたらね、顔に赤みがさしてね、もう大丈夫ですよ。そこまで聞き出してくれた。そりゃよかった、ありがとう。じゃあお前な、先方へ行ってな、お前さんが話を決めて。いやそこまではいいんですけどね。ただ先方っていうのは困っちゃう。住んでるところも分かんなきゃ名前も分からねえ、ただいい女ってんですよ。ですからね、あとポーとなったところで、もう少しだもう少しだってんで、お前分からん。せがれはね、いいかい、あんなに具合が悪くなってね、もしそれ見つからなかったらどうする。あと医者の話だと3日か4日だってんの、あのまんまだと。それがもし見つかりませんって言ったら、うーんと言っちゃったらどうする。お前は衆殺しだよ。私はお前を生涯恨む、逆縁ながら敵討ち。ちょっと待って。ただそれだけの異常を探しなさい。もし探さなければ私はお前を殺す。その代わり探してくれたらな、お前の住んでる長屋、あれみんなお前にあげる。はっ、あれ、あの長屋全部商売屋さんになっちゃう。うちにあるお前の借金も全部棒引きだな。その他に重量やる、言っといて。で、見つかると、それだけ、見つからないと。じゃあ行ってみます。えらいことになっちゃった。さあ、これはえらいことになっちゃったの。お、今でした。あ、さっきね、徳殿が飛んできてね、今こういうことになったって。まあ、お前さん一生に一度の仕事だよ。しっかりおやりよ。ね、とにかく大家さんになれるんだよ。そうだよ、一生一度だよ。もう本当の正念場だからね。探したいでね。で、もしこれ探せないようだったら、お前って人はもう見込みがないと思って、私は里へ帰らせてもらって。ちょっと待ちなよ。おい、探しておいでったって、まだ真っ暗。
まだ真っ暗だっていいじゃないの。寝ようっていうの。ほらずうずうしい。だって夜歩いたって分かるやし、とにかく寝かしてくれ。そう、じゃあ朝早く起こすからね。おやすみ。じゃあ寝る。とにかく寝なきゃ。起きなさい。まだ寝てやしねえ。えらいさい。弁当をこしらえてくっと歩いたけれども、まるっきり分かる。夜になってぼんやり帰ってきて、旦那のところへ行ってまいりました。おい、帰ってきたよ。あの、いや、そうそう、ぶな、あ、そうそうそう、焼いてんな、ぶりの照り焼きな、もう、あの、お酒もつけて、さあ、疲れたろう、疲れたろう、そう、そうか、で、先方の、あの、ご返事はどういうご返事だった？え、わかんない。まだわかんない。あ、そう。無理、おろ、いや、もう焼いちゃった。私が食べますから、そっち。お前さんね、本当に私はね、お前さんを探してくれなきゃ切りますよ。その代わりこうしよう。ご褒美としてね、10両で足りなかったんだろ。50両やろう。行きなさい。今食いした。どうだったい、見つかったかい？情けないね。どうやって探したんだよ。この辺にいい女いますか。バカだね。お前さん、その、何もないことはないよ。なんかもらってきたんだろ、その娘さんから。もう瀬尾早見岩にすがれる滝川の女持ちのセンスを。それが手がかりだよ。往来歩いててもダメ。あの床屋だとかお風呂屋だとかね、そう人の集まって喋るところへ行って、でこういうその歌をやるの。どこの娘さんがそういう歌が好きだったとか嫌いだったとか、そういうことは手がかりなんだから、もう早く行きなさいよ。少し寝かしてくれ。なんか食べさせて。見つかるまでは食べさせない。助けて。もう2日目に入って3日目になるともうフラフラになって、瀬尾早見、瀬尾早見、ああここに床屋がある、5円くらい、大島混んでんですけどね、少し待つようになりますが、構いません、また必要。どうですか。さあどうぞ。ちょっとあれだけでやって、どうします。瀬尾早見。岩にせがるる滝屋の。あなたそれストックインさんの歌でしょ。よく知ってますね。うちの娘は好きでね。失礼ですよ、あなたの娘さんってのは12、3日前向こう島へ花見行きましたか。おお、お、行きましたね。ご器量はよろしいございますか。あ、そうですね、親の口から言っちゃなんですが、まあ器量はいい方ですね。トンビが鷹なんて言われてますから。トン鷹。あんたが鷹じゃないんでしょうね。おいくつでしょう。7つです。しょうがやみ。もうこれからお風呂屋を20軒、床屋を30軒歩いて、夕方になると、ああ、我が旦那よか先に俺が死んじまう。えらいことを引き受けて、この床屋入る。ごめんくらい。よろしい。あとは今日うちへいっぺん来なかったですか。したかもしれません。30何軒歩いてますから。はぁ、床屋好きですか。いえ、あんた確か曲げがあったんですが、今坊さんです。
教室切ってったもんですから言われとこないでしょ。脇の下をごめんな。驚いたね。背を早み酔っ払その歌が好きなんだ。あそこで休んでるし、そこに威勢のいい若いも遠出をすると見えまして、足を次第は厳重にして、あおごめんよ。おおこりゃ、お棚の騒ぎはまだすいませんか。どうなりました。どうもこうもねえな。で騒ぎってのはさ、お嬢さんがね、12、3日前にね、麹前花見行ってね、どっかのいい女、じゃねえ、いい男だ、女だから男だな。そのところね、寝てねえんだよ、頭ポーッと、そのね、男で、ポーッとして、それで、なんとかいう、ね、瀬尾早見岩井に下がる滝川の、俺この歌はね、こうね、夢にまで見るよ、ね、瀬尾早見岩井に下がる滝川のと書いて、その、男に渡した、ね、で帰ってきたの、病気なの。分かったから、それは大騒ぎだよ。可愛い一人娘だ、そんなこと、その男を探せったって、どこの誰だか分からない。もう江戸中探したけど、どうしても分からない。ただいい男だからね、そのセンスをもらった男で、もうしょうがないからみんなくじを引こうってんでね、もうほぼ宗介さんなんて北海道が当たったよ。まあね、かわいそうに今朝一番で行ったんだけどね、俺はね、この通り東海道だよ。まあ、しょうがねえんだよ。まあ、すまねえけど、先、それはいいんですわね。こちら、長屋。やっちゃった。こんななっちゃったの。おめえを探そうとて、観覧進行は行くばくぞ。なんだよ、叩き。何よ、その扇子をもらったのはうちの若旦那。おめっとこの若旦那、早くうちしょ、てめえこんなとこにいやがってて、めえを探そうとして観覧進行は同じこと言って、めでたく夫婦がまとまりました。お運びで御礼を申し上げます。まあ雪が降ったり、まあ大変に、陽気が不順でございます。今日もお寒ございまして、おいでがないんじゃないかと心配をしておりまして、その中お運びをいただきまして、もう一度涙を流し、いや、まあ私はこれからしみじみと涙をこぼそうかと、そう思っておりますので、どうぞごゆっくりお遊びを願います。まあよく我々の方で酒飲みの噂っていうのを申し上げます。まあ酒飲みっていうのは不思議なもんで、なんかあると思いますね。寒いね、今夜行こうね、暑いしね、たまんないね、ビアホール行って生を切る、いい陽気だよ、うん、ちょっとなんて言うんだ、やたらいいのもんだよね。飲まない時はない。で面白いことに、区切り区切りっていうものは、お酒に縁がありますね。おめでたい時っていうところはもうお酒でございます。おめでとうございます。乾杯に移りますので、皆さんお持ちになりました。それでは、私が僭越ながら音頭を取らせていただきます。おめでとうございました、乾杯なんて言うと、なんとなくおめでたいような気分になる。お茶の乾杯付き合ったことがありますが、禁酒同盟の方でいらっしゃいます。ね、熱くしなきゃダメですよ、うん、ぬるいお茶はダメですからね、まずいから。
少し濃いめに入れて熱いの、皆さんお持ちになりましたか、それでは、乾杯をいたします。乾杯なかなか飲めないんだよね。まあ杯を干すと書いて乾杯ですからね、だからまあ一番簡単な例が三三九度のお杯で、これお嫁さんもお婿さんも一滴も飲めない、一滴も飲めない、匂いを嗅いだだけで酒は嫌だって言ったって、これは三三九度のおしるこにしてくださいったってそうはいかないんですよね。試しにやった人がいるってんですね、昔、おしるこをこしらえまして中にお餅を入れてまずお嫁さんが一口で、お婿さんのとこ行って、お婿さんがガブってやると口が大きいもんだからみんな入っちゃう、全部なくなっちゃいけないからってんで、口にあるやつを半分戻してで、これがお嫁さんの ところへ回ってきて、お嫁さんが見ると中に泡が立って汚いなとは思ったけれども、今日から我が夫になる人の泡だからってんで無理して飲んじゃって、でおもこれ余ったお餅は仲人さんどうぞって、で誰がこんなもんちびがなくて食いやしませんからね、いいもんです、あのフレール手で杯を持ってね、そばからお仲人さんがこうですよ、ああですよ、はいはいってね、あの時ばかりは素直ですから、もっともあの時から素直でない人もいましてね、うるさいわね分かってんの、初めてじゃないんだわ、すいん、どうも立派なもんでございましてね、まああのなんですね、私も嫌いな方じゃございませんから、よく飲みに行きます。よく行くったってあんまりいいところには行きませんで、もっぱらこの縄ののれんがあったやなんかさね、あんまりこんなところへこうよく買って、こんばんは、あらお嬢さんなんてとこは行かないいろいろ懐の都合がありますから、薄暗いところとか、ほんのーなんてとこもいいか、とにかく色気をこっちに置いといて、行くと酒ってなうまくって、なんかおいしいものが食べられるというね、それでそういうとこは自動扉じゃありませんでね、私は自動扉ってのはあんまり好きじゃないんですよね、あれてめえで開けててめえで閉めるもんなんです。自動扉になってから、ね、なんか人間がみんないい加減な投げやりになっちゃったような気がしてしょうがないですね。あの子供なんかそうですね、子供なんか自分で開けたら自分で閉めるんですよと教える習慣をつけなきゃいけないですね。あなんかこうでテレビなんかでやってますね、ちゃーっと脱いでパーッて放っていい格好のつもりなんですね。であんなことをやられた日にはたまんないぞ、うちん中ザクッとんでやったな、いやあのテレビじゃ格好はいいですよね。だからまあああいうことは一つの、まあなんて言いますかね、悪い風習だと思うんですけれども、まあそういうところへガタガタって入っていくと、嬉しそうな顔も何もしないですね、そこの親父さんっていうのは。嬉しい熱いの一本頼むよ、で隣で飲んでる人がいて、ポンとこれきれいにしました、一口、いや今すぐ来ますから、そうですか、すいませんね、いただきます、いや、このうちは酒がうまいんですよ、生意気に樽をつけてるんですよね、これはうまいですね、このうち本当にこれがうまいんです、でごちそうさま、そっちでゆすいでくれますか、私なんか来ました、そんなこと言わずに、まあ私のもどうぞ、これができるのはお酒だけしかないですからね、
今お酒に匹敵する香菜の飲み物は何かとある方に調べていただいたらもう断然コーヒーだそうですね。だけどコーヒーだってこうはいきませんからね。喫茶店入ってコーヒー、アメリカンにしてなんての隣でコーヒー飲んでる人がいて待ってるのは大したもん、一口入れな、そんなものは飲めるわけがないねえ。まあ不思議なもんでございますけれども、まあ酒というものはそういいところがありますね。ただ、いろんな人がいます。我々の方でも先輩に言われまして、お前酒飲めんのかい、ああよかったね、人との付き合いでね酒は飲めなきゃいけませんよ。だけどねこれだけは覚えておきな、酔いましたというところで酒はやめんだよと。最初分かんなかったですね。うまい言葉なんですね。私いえもう私酔いました、酔ってます、もうすっかり酔いましたなんて間は大丈夫なんですね。これ酔ってないって言い出したらダメなの、酔ってないんですよし、まるっきり酔ってないし酔ってないんだ酔ってない、うるさくなっちゃったよなんかまあこういうこともあるからというんですが、難しいもので、まああのこれはちょいっと昔の話になりますが、このなんて言いますか、弱金度が、盛んな自分で、今から考えるって言うとおかしいぐらいのもんですね。夜その屋台を敷いてくる中でお寿司屋さんなんかも繁盛してましたしね、今考えると不思議でございますね。あの生ものをこう平気で屋台で売って握って出して、そういう時代にはまた鍋焼きうどんなんての、売りに来たもんでございましてね、いい声で売りに参りまして、なーべやーぎゅーどーん、寒いね、うどん屋寒い方が商売がやりいってけど、こう寒くっちゃいけないんだ、犬も歩いてねえな、世の中に俺一人しかいねえんじゃねえかと、嫌だね。さあ一回りしてけろ、今日は商売にならねえや、なーべやーぎゅーどーといけね、向こうから酔っ払いが来た、ああいうのに絡まれられると後がしょうがない、避けてよ、ボタンは持たねど越後の獅子はと来た、チャランチャ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 ン、ちょっと待って、愛の手合わせて振らないで、屋台をひっくり返したら商売にならない、下ろします、下ろし。だからね、あなたその愛の手でね、越後自身の愛の手でも振られた日にはひっくり返っちゃう、これひっくり返ったらどうするんです、商売にも何もならないでしょ。すまない、悪かった、勘弁してくれ、コントレアマン、いいですよね、確かに俺が悪かった、だからコントレアマン勘弁してる、いいですよ、俺が一生懸命勘弁してくれっていうのにおめえ勘弁しねえのか、勘弁してやるって言ってくれよ、どうですか、じゃあ勘弁してあげます、勘弁してくれる、ありがとう、よく勘弁してくれた。だけどな、うどん屋
俺はおめえに勘弁してやるって言われるほど悪いことしたがな。だから嫌だって。もういいんですよ。あのね、うどん屋時に頼みたいことある。お、なんつう。さっきおごちょうでね、ちょっと醤油を足してね、あ、用水でもって用水の水で手洗っちゃったら冷てえのなんの、頭の芯まで痛くなっちゃって、すまないけど、その火で手油してくんねえか。おお、そうっすか。やたらいいね、用水の水で手なんて洗うもんじゃないんすよ。今ね、塩はたっぷりありますから塩を立てましょう。はい、立てました。あ、どうぞ、あたってか。これいくら？いくらって、これはただですよ。悪いね、これただでお気合いしないよ、こういうものね。炭を買ったりいろんなことしない。あ、じゃあ、ありがてえもんだな。この寒空の中でこれだけの火があるだけで、手の先はもうすぐあったかくなる。してえものありがてえね。だけどそれだけに怖いな。夜夜中火を持って歩いてんだからね。この頃ぼやが多い。冗談言っちゃう。あなたくだらないこと言っちゃうよ。すまねえけど水を一杯売ってくんねえか。あの、売るなんてことない。そう、たくさんお酒を飲むと喉が渇きますから。さあどうぞ。ありがとう。これいくら？ただです。悪いね、ただのものばっかり。あ、冷たくてうめえね。酔いざめの水千両がと値が決まりなんてね、誰が言ったのかね。うまいね。うどん屋、今日俺ね、嬉しいことがあってね。嬉しいこと？あ、そうですか。ようざんしたね。いや、うどん屋なんて商売やってますとね、大概お客様の話は愚痴でございます。まあ嬉しい話なんてのはあまり聞きませんが、そんなにいいことがあったんですか。嬉しいんだ。俺も嬉しくてたまんねん。お前、仕立て屋の大変って知ってんだろ。そう、知りませんね。知らないことないよ。ここに大きなほくろがあるんだ。で、こう毛がこう出してとぐろ前してたろ。し、知らない。ほか、いいやつなんだよ。人の悪口ってもの言ったことはない。で、人っていうのはね、喋るとね、大概人の悪口が半分ね、それ以上ね。人の悪口言ってるのは面白いからね。あの野郎はあれはいい人ですよ、なんていうのは面白くないからね。これ言わない。だからいい友達ばっかり。そこへお嫁さんが来た。え、これがいい女。いい女だったってね、器量がいいとかなんとかじゃない。いい女なんてね、亭主に都を返さない。いいかい、あなたが分かるかな。普通はね、なんかあってこのことをしたらしょうがないじゃねえかって言って、だってしょうがないですよ、私だってねって言って、椿はパー亭主に帰ってくる。それが一つもない。ただ、はい、そうでございますか。はい、決して亭主に椿を返さない。いい女だね。だから仲がいいから子供がすぐできたね。生まれたのが女の子。ああ、夫婦が喜んだよ、いい子はできた。ところが満ちれば隠るでね、世の中ってのはうまく
できてねえもんだよな。このおかみさんが産後の日立ちが悪くて死んじゃったんだよ。俺はね表へ飛び出してね、お天道様にね啖呵切ってやった。なんだってめえは、ただ無駄にピカピカ光ってんな。こんないい夫婦をなんでこんな目に合わせんだ。するとね、太平はいいやつだ、そんなこと言っちゃいけません、こんな可愛い子を残してくれました、私はこれから一生懸命この子を育てますって。なるほどな、よし、じゃあみんなでもってこの子を何とかしてやろうじゃないかってね。うん、なんだよ、したってあの職人がね、そばに赤ん坊がいたしはどうにもならない。だからこっちは割合暇な商売だからね。だからまあ暇があるとうちのかかと代わり番号で行って、あこっちもね子供好きな方だから、もらい乳してあげたり、おしめの始末してやったり、はあ、可愛かったよ、だんだん大きくなるとね。うん、それはね、今夜向こうを取るって、俺ら驚いちゃった。えってんでこうやって年をこうかい、ああ俺も年を取ったなと思ったね。うん、行くってえとその娘がね、花嫁姿で泳ぐようにして出てきて、おじさん、さあこちらへ、さあこちらへ、俺の手を取って床の間の前へ俺を座らして、両手を使えて、さておじさん、長いことありがとう存じました、おかげさまでこれから親孝行ができます、婿を取って親孝行ができます、おじさんのおかげです。って頭下げられた時にね、俺は何だか分からねえんだよ、涙がパーッと出てきた。婚礼に涙なんてこぼしてんな、そのね、縁起悪いと思うから一生懸命飲んじゃった、ガブガブガブ、それで酔っ払っちゃった。え、酔っ払っちゃった。そうですか。でもいい話ですね。いい話だろ。いい話です。その太平さんも偉いけれども、あなたもよくやりましたね。なかなかそこまでいかないんですよ。まあ口じゃその時にポーンと言ってもそう いかないですよ。そうか、分かってくれたか、ありがとう。いい話だろ。いい話だよ。太平は幸せもんね。水をもう一杯打って、水ばっかり飲んでると体冷えますよ。いや構いませんけれどもね、体が冷え切っちゃいますからね、下手すと悪い風邪ひきますよ。それはどうぞ。ありがとう。これいくら？ただです。ただ悪いね、ただのものばかりでね。おい、仕立て屋の太平って知ってるか？今聞いたから知ってます。嘘だ、知らない。知ってますよ、ここに大きなほくろがある。で、毛が先でとぐろうまい。知ってそうなんだよ。いいやつだろ。人の悪口を言わない、なかなかできませんね。よくしよう。タエってやつはね、そういういいやつだから、かみさんが来たいい女ですね。亭主に唾を返さない、で亭主に唾を引っ掛ける、これができないんですよね。私なんぞ朝から晩までうちにいるとかみさんの唾を引っ掛ける。で子供が生まれましたね。そこまで知ってんのか。ああ、そうか、あの近所か。あ、そうか。
可愛い子でね、うん、でだけどもまあ、見せれば隠るでかわいそうにおかみさん亡くなりましたな、産後の日立ちが悪くて、うん、そうなんだよ、かわいそうだったな、かわいそう、あなたはね、だけど偉いと思う、すっかりあなたね、もらいしして歩いたりおしめの始末をしたり、あなたは一人でやった、偉いもんだ。そういうわけじゃねえんだ、俺も子供は好きだしね、うん、偉いですよ、できるこっちゃないや、ね、それ今夜その娘さんから声がかかって婚礼だという、そういうことでしょう。今夜婚礼知ってんのか。ああ、これ驚いた。え、おお、失礼しました。ただのうどん屋かと思って。ああ、そうなんです。ああ、私をだらしたって自分の年を勘定したりなんかしてい、お嫁さんの姿をしてその娘さんが泳ぐようにして出てきて、おじさんさあこちらへ、さあこちらへ、床の間の前にあなたを座らせて両手を使えて、さておじさん、そう言われた時にあなたは涙がプロプロ出たでしょう。おめえ今夜いたか。うどん屋いたかな。なんかいねえような気がしたけどね、うどん屋。だけどいい話だよな、うん、俺は嬉しくてしょうがねえんだよ。太平の顔なんざもう崩れるようだったよ。おめえ下手屋の太平もうよしましょうよ、これ一晩中やっててもキリがない。どうす、うどん食べませんか。うどんうどんダメなんだ、いやだね、あんなもん食うやつはいるんだね。でぬるぬるして長くて、あれあれ、あ、そうですか、じゃあいいきれい、じゃあいいですよ、別に無理にってわけじゃないんですけど、水ばっかり飲んでいて体が冷え切ってますからね、これうどんかなんかあったかいものを、まあ召し上がって、まあそれからお帰りになる、体が温まる、お腹もくちくなる、お休みになればちょうどいいだろうとこう思っただけの話で、じゃあいいんです、お帰りなさい、どうぞ。お前嫌な手つきす、なんだこれ、ああ俺はただのものだけやってるから、うっ、じゃあうどんこしらえろ、鍋焼き俺食うから、とっと嫌いなの、嫌いでも食うんだよ俺は、こうなったら、うん、俺は意地になると何でも食うんだ、虫だろうが何だろうが何だって食っちゃう、何ならお前も食う。私を食ったってしょ、ちょっと待って、食べてごらんなさい、まずいもんだったら商売にならないんです。こうやって商いさせて今日を過ごしてられるっていうのはね、そんなまずいもの売ってたんじゃね商売にならないですよね。まあお待ちなさい、おいしいのをこしらえますから。おお、ほらもう、はい、見えてきました。はい、具は少しおまけしましょう。おお、見えてきましたね。さあお忘れなんですから気をつけてくださいよ。うんと、はい、できました、ありがとう。はい、お箸、よし、一本しかない、割り箸です、割り箸、わかったよ、割り箸なの知ってるの、うん、おー、いて、どうしたんですか。うん、割り箸で唇を挟んだ。大丈夫ですか。大丈夫だ、医者呼ぼうとじゃねえ。そんなことで医者呼んでたらキリがある。どうす、すまないけど、
かけるもんねえから。ああ薬味ですか、七味と唐辛子がありますがどっちにします。唐辛子、唐辛子、へい、これ唐辛子、ありがとう。ああ、竹酢っぽい入ってる。これどうやって出す、知らないんですか。ああ驚いたな。そこにねポッチが、小さいポッチがありますから、それを抜いてそれで逆さまにしてポンポンと叩くとパッパッと出ますから、まあうちはちょっと大きくしてありますから、いっぺんパッと叩けばそれで十分ですから。ああなるほどね、ポッチがあった、あったあったよ、うん、ありました、ありゃありました。さあ大変だ、それ捨てられると困る、こんな暗いところへ捨てられるのも諦めよう、これ、あら困っちゃったのに、いいやんなちっちゃい、いや大きい小さい、大きい小さいじゃないんですよ、困るのによ。でこの穴を下にしてか、うん、でただ畑ポンポンと、なるほど、だはなかったんですか。パーッと出た、出ますよ。一遍ぐらいにしときならよ、よしかって、でだーで、バーンだー、メガエの長寿鉢みたいなもんだね、メガエの長寿鉢叩いてお金が出るな、あら、あ、おかわり、おかわり、ああ、さあ、とんがらしの山になっちゃった。それはもう食べられませんね、取り替えましょう。なん食べられない、お前食べられないもの売ってるのかよ。そうじゃないよ、そんなに唐辛子を入れたら辛くて多分、ってあんなに冗談言っちゃいけないよ、人間の食うもんで俺が食えねえものなんてない、大概のものは食っちゃうな、冗談言っちゃいけないって、ね、辛いったって、ね、人間の具、人間の具、真っ赤な、およしなさい、およしなさいったって冗談言っちゃいけないよね、こうやったって、もなんたって俺が食うったら、うん、およしなさいってんですよ、そんなもん食べられるわけがない、これでこれで口うちで、ああ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 近所で起きてきましょう、帰りますか、そうですか、じゃあ気をつけてくらいよ、太平さんの娘さんが心配しますから、はいはい、はい、おやすみ、あこれじゃ感情取れねえ、だから酔っ払いが嫌だってんだ、これだけ無駄なことしてん、よいしょ、愚痴をこぼしててもしょうがない、一回りしよう、なびょう牛丼、ちょいとうどん屋さん、はい、どうもありがとうございます、今赤ちゃんが寝たんだから静かにね。なんです知らないよ、こっちから見えないんだ、だいたいああいう大きな声で言うときはダメなんだよね、小さい声で言うときはいい、大きなご商店で、店のもんが寒いだろう、寝らんないだろう、お番頭さんが、おい
みんなに鍋焼きをおごってやるよ。奥に内緒で小さな声で歌いなさ。なんてこういう時はね、売れるんだ。はぁと30でもおかわりしていいよ。なんて一人でね、3倍ぐらい食う若い人がいるんだ。嬉しくなっちゃうね。そういう商売しばらくやんねえね。ああいうことをやるってとしばらく助かるんだけどね。愚痴をこぼしてもしょうがねえ。さあ、ひとまでしょう。なめよきゅうどん。うどん屋さん。うどん屋さん。ありがてえね。小さい声で呼んでるよ。お、はあ、大きなご商店だ。閉めたね。人間悪いことばっかりやない。こういう時はね、大きな声で行くとドジって怒られる。こっちも小さな声、へい、お呼びでございますか。鍋焼きを一つくださいな。一つ、これは味見だね。慌ててわーっと取ってまずかったらしょうがない。食べてみてうまかったらあとをたくっと取ろうって、うんとうまくしらなきゃね。へい、ただいま、すぐにおいしいのをこしらえます。寒いですね。すぐできますから。へい、できました。お熱くございますから気をつけて。はいはい、ありがとう。あごちそうさま、ありがとうございます。おいくら。16文。はい、まずかったのかな。うまいと思ったのに。うどん屋さん、へえ、お前さんも風邪をひいたのかい。考えていますってと、我々の方で随分いろんな人がいまして、そぞっかしい人というのは昔からもう話し家には随分いましてね。人の羽織を着てっちゃうやつもいるし、羽織を着てないで来て羽織を着て帰る人もいるし、女はもうザラでしたね。今あの若い人は全部洋服を着て楽屋入りしますから、そういう間違いはないんですけれども、羽織って夏になるとみんなこの下の羽織をスッと着てくると大概同じような格好してますしね。から人手が足りなかったからもう何ともいいからそこにあれにあの師匠これですかって言って、おそれでつってきてずっと言っちゃって、お俺の羽織ないよなんて言ってね。自分の羽織ぐらい分かりそうなもんですがね、面白い人がいました。
仙台の桂小南という師匠がこれが面白かったですね。とにかく火事になりましてうちが、この火事の原因というのが猫を可愛がっておりまして、この猫は可愛がっていたのはいいんですが、こたつの中へ入って体に火がついたらしい。でこれのたうち回っているうちに火事になっちゃう。でその電話が寄せへかかってきました。師匠の家が今焼けたそうですけど、今夜どこへ寝ようか。本当に実際ビクとも驚かない偉い人がいたもんですね。あ、まあ考えてみるとそうやって、のんびりしている人、そそっかしい人っていうのがだん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 と少なくなりましてね、まあそそっかしい人に悪い人はいないなんてことを言いますけれども、こうやって見ておりますと粗忽な人は大体二通りに分かれますね。これごく落ち着いていてそそっかしいお方と、せせっこましくてそそっかしいお方、二通りありますね。せせっこましくてそそっかしいお方はゆいくんだからそこにある手抜き取ってくれってことなかなか言えない。こうなってんだろ、行くんだよ絶対なんて、なかなか言えないですね。で落ち着いてそそっかしいお方っていうものは何にも持たずにお湯行っちゃうわけです。それだけの差があるわけですけれども、あるそそっかしいお方がにわか雨にあったなんて話が残ってまして、ああ降ってきたよな、言わないこっちゃねえんだよとかかーんと傘持ってくってのにお前さんに持たせるとなくすからって降ってきちゃう。ほんがね、なんとどっかで傘買いなしちゃう。あ、この家で借りよう。知ってるかなこの家、俺時々知らない家に飛び込むからな。あ、笑ってる知ってるから笑ってんだよな。ああじゃあ大丈夫だ。こんにちは。おいらっしゃい。あなた私知ってますね。よく知ってます。私のお兄さんですから。ああそうだったよね。ああよかったよね。なんか用ですか。よって、今ほらこうね、ザーッとこうねなってきたらこう、こうやってこうやるもの、わかりました。傘でしょ。お持ちなさい。返そうと思わないで、さして家へお帰りになったらそのまんまにしといてください。あとで誰か取りにやらせますから。返そうなんとするとなくなっちゃう。いやそれはダメですよ。いやそれは放棄ですから。それ持ってったってしょうがない。こっちは傘です。それは放棄だ。ダメだ、それは放棄だってよ。しょうがない、俺放棄担いでいちゃったよ。よかったな、だからね、こんなに降ってやるんだからね。これで傘がなかった。びしょびしょだよ、ほら傘差してんのに。エモディが大変これ。ひどい雨だね。傘がほうきみたいになっちゃった。こうそそっかしいと始末に悪い。まあ大人だけそそっかしいのがいるかっていうと結構子供でもいまして、さだよ、へい、なんだ、ちょっと郵便局まで行ってもらいたいんだ。へい、おい、ちょっとお前相変わらずだよ。郵便局まで行っといてったら行っちゃったよ。要件も何も聞かないで、おーがねえねえ、明かした返した。どうした、へえ、郵便局ありました。お前ね、郵便私は切手が欲しかったの。あ、そうですか、そうおっしゃってくれればいいのに。ついでがあったもんですから、なんてんでこうなったしにはしょうがない。昔あるそそっかしい人が長屋の一軒住んで、そこへ友達のそそっかしいのが隣へ越してきて、この二人でそそっかしいってとも朝からえらい騒ぎで、やぐちお前、お前ってものはだよ、とにかくな、俺はな、上がり込んでな、お前に意見をちゃんと言いてんだ。ほら、じゃあ上がり込んできたって構わない。なんだいじゃない、朝っぱらから夫婦喧嘩するんじゃねえ、みっともねえから。
夫婦喧嘩は俺しない、したよ、しないよ、してしない、神様に誓っても俺は夫婦喧嘩しない。うん、かかいねえもんあ、そうか、かかあがなくてこの野郎夫婦喧嘩なんかしやがる夫婦喧嘩できるわけがある、おかしいな、聞いたよ俺はね、お前ね、この雨出てけってな、ほら回聞いたね、あ、あれか、あれはね、違うんだよ、あれはね、いや、今俺はここで飯を食おうとしてたらね、とその下駄脱ぐところにね、あれがヘッチたんだよ、何がってほらそこら辺のそのそしてないんだろ、なんとか言ったやつさ、あの野郎だよこれ、のそんそしてんだろうよ、ゾウかこんな狭いとこにそんなもんがへっもっとずっとちっちゃいやつだ、ネズミかそんなに小さくなんなくってあるんだよ、こうあのこうなってんだな、でこうなってて、こうっとこう尻尾がこうなっててよ、で泥棒やなんか見るとこうってうるせえやつがいるだろ、こう泣くやつが、モグラが尻尾たくぞ、ちくしょう、モグラが泣くかよ、犬だよ犬本当犬か、ああ犬なんだよ、犬だよ、犬なら早く家へ、ここまで出てきたんだけど犬が出てこなかった、でそれ どんな犬だよ、それね、犬赤いの、柄ない赤むじの犬がね、そこへ入ってきちゃったね、で人の顔を見ながら汚いバフンをしやがんだよもう尺に触ってね、粉が出てけって俺怒っちゃった、そうか、それを俺このかかあ出てけと間違えたんだな、でスーツどうした、追ったから逃げた、逃がすな、そういうのは悪いことをしたんだから踏んつかまえてクッタラッコしちゃって構わねえんだよ、でそういうのから熊の胃を取るそそっかし、犬から熊の胃が取れるかよ、あれは鹿だよ、どこまで行ったってしょうがない、どうにもなりませんけれども、こういう話はわっとく出すとまともなやつはバカバカしいから越してっちゃう、そそっかしい人があそこ行けば道理がいるからってんで越してくる、だんだんそそっかしいやつが増えましてね、まともなもんがだんだんいなくなっちゃって、えらい変な長屋になっちゃう、中の一人が浅草の観音様を参詣いたしまして、ずっと中店をこう戻ってくる雷門のところへ来るって大勢人がたかって、ああ人がたかってやんな、すごいね、なんだろうな、ちょっと伺いやんさね、はい、なんです、自分人が立ってますね、ええ、あのなんでしょうね、さあわかりませんね、わかりませんって、ってあなただってこれ立ってる、いや私は立ち止まってね、なんだろうなと思っているだけの話です、これだけ人が立ってるんですからね、そうですね、まあ静かですからこれは喧嘩じゃないでしょう、ああそうですか、静かだから、はあ、見たいんですよ、うん、私も見たいですな本当に見たいんです、あったね、そんなこと私に言ったってしょうがない、この人混みの前へ出なきゃダメなのね、この人垣の前へ出るにはまあまたかなんかくぐって前へ出るかしょうがありませんね、はあ、またくぐると前へ出られますから、うんうん出られますよ、こうやっててね、いくらねこうやって覗いてもね何にも見えないと俺の股をくぐるなくぐれるかどうかちょっと試してみるってやん、泥棒言っていいことと悪い、泥棒とは何だ、何も取れやしませんよ、取ったよ、またへ貼っといた公約を頭で持ってけやる
返します。ちょっとすいません、ちょっとすいませんが、ちょっとすいません、くすぐったいったってのはそうはいこっちもこっちも夢中でございますから。入っちゃった。いいこと教えてくれんな、あの人。俺はつまんねえとか言っちゃったな。何もないよ。もしもし、あなた何です？こんにちは。まだ始まらないんですか？いや、これ始まるもんじゃありません。いや、行き倒れですよ。あ、そうですか。それがここへ来たりなんか。あなたの前をご覧なさい。え、むしろをかぶってるんでしょ。それが行き倒れ。はあ、よく寝てますね。死んでるんですよ。死んでる。あなたは殺したの？私は殺しはしない。え、お腹が空いてこうやってそこへ倒れてこうやって死んじゃったの。え、死んだら死に倒れって言いそうなもんですね。行き倒れっていうのはどういうわけです？お前さんとそんなこと言い合ってたってしょうがないよ。行き倒れってことになってんだから。はあ、これ顔見ていいですか？およしよし、およしなさいよ。いいえ、ケチケチで見せないよ。女を見たって心持ちというもんじゃありませんから。で、顔があんた白かったらちょっと見てください。身元がわからないんですよ。昨夜倒れてね、困るんです、こういうのがあると用は足せなくて。あ、そうですか。はあ、昨夜倒れちゃった。はあ、そうですかね。じゃあちょっと、剣ではなんか取らないんですね。そのまま取らない。これどっかで見たな。見た？ああ、そりゃ良かったってと悪いけれども身元が分かりゃこれは助かる。よく見てたよ。間違いないように。間違いません。あっしの兄弟分なんだ。この野郎とは生まれる時は別々でも死ぬときは別々に死のうって中で大変当たり前な兄弟分ですな。ああ、どうですか。それじゃ あのご家族の方やなんかいらっしゃる？なのに嫌しまね。これやらん、何もいないんですよ、死んでもなきゃ。それは困りましたね。ああ、困ったな。ゆうべ変な顔して今朝会ったら真っ青になってやった。どうしたんです？風だ風だってや、風邪は立ちが悪いからってのに、風邪で倒れやった。風邪倒れやろ。もう一遍よく見つかる。違いしませんか？あとは今朝この人と会った。え、今朝会ったの？じゃあ違うでしょ。この人は夕べ倒れたんですか？いや、夕べ倒れててもそうなんです。この野郎のそそっかしちゃったのはないんですから。人が考えるそれ以上にそそっかしいんですから。もうね、そんな倒れたなんてみんな忘れちゃってね、捨て帰ってきちゃうと、そういうようなやつなんですから。ちょっと誰か変わってくんねえかな。なんかこの人と話をしてるとね、私までおかしくなってる。いや、つまりですね、この倒れた人のお兄さんとか兄弟、ちょっと、何を言って、この友達がここへ倒れて忘れて帰っちゃった。だからね、お前さん足を疑ってんでしょ。うめえこと言ってこれ持ってくんじゃないかと。そんなことお前はしませんよ。だからね、私はね、ここへ本人連れてきますよ、ね。本人だ、本人を連れてくれ。あーってなって納得するんでしょ。今連れてきますからね、あの、誰にも渡しちゃいけませんよ。言わすか、万死ですかよ。ちょっと待ってさよ。あー、大変だ大変だ。あの野郎、あんなところで倒れてふっと手数のかかる野郎だ。本当にどうでもいいけど、あんなところでタバコなんか吸ってやるのしょうがない。どういう了見だかね。本当にやい、あの、まあ、駆け出して返して、あいつが駆け出して帰ってくるとろくなことある。なんだよ。だったよじゃないよ。人の顔見て嫌な顔するな。え？
友達ってものはありがたいもんだぞ。いいか、今俺の言うことを聞いてお前驚くんじゃないよ。え、いいか、人間ってのはいつどうなっちゃうかわからねえんだよ。俺は今日あそこ行ったんだよ、浅草の、あの浅草の、あのでお不動様じゃなかったら浅草のね水天宮水天宮、浅草に水天宮があるかよ。浅草なんとか言ったんだな、浅草のね、なんか言うな、思い出すから、金龍山の浅草寺のカンカン様、カンカン様、いや観音様、ああ観音様、買いに行ったのか。売らないんだあれ、売らない、ね、あれ売っちゃうと何もなくなっちゃうんだ、あーと困るんだよね、あれ拝むだけなのね。だから拝んで、で俺はこの中道をずっと歩いてくると、この雷門のとこに人流れがしてんだよ。なんだろうと思ってね、ふってんでまたぐったりなんかして前へ出てみたら、それはおめえおトラックじゃねえか、すごい行き倒れなんだ。はあ、うまくやったな。おめえも知らねえんだな、俺だけかと思ったんだけど、それは俺生きて倒れてるのかと思ったら、こっちは死んでんだよ。でな、でそれその倒れて死んでる野郎の顔を見て驚いちゃった。うん、それおめえなんだよな。よせ、気になるじゃねえかな。よしなよ、なんかお前友達の言うことは信用できないのかい。え、お前てめえがそそっかしいってこと忘れちゃいけない。俺が見てそうだって、ちょっと間違いがねえじゃねえ。ちょっとなんか俺の言うことはお前信用できないってこと。そういうわけじゃねえんだけど、なんか倒れたような気がしねえ。それがずうずお前ずうずうしいね。もっともね、お前がそう思うのは無理もないんだよ、そこにね係の人がいたんだよ。だからこれは足の友達でござんすと言ったらね、たら その人もね本気にしないんだよ。だからじゃあここへ本人連れてきます。本人って言葉についてはね、もう誰も何とも言えなくなっちゃったらしいんだよ。だからね、もうみんなもう黙ってこうやっちゃってんだ。だからおめえがずっと言って、おめえが足が本人ですと、いやそれで話はついちゃうんだよね。だから俺一緒に行ってやっから、ちょっと、まあ、待ってくれよ。なんか一つだけわからねえけど、ね、いやだからさ、いや行くよ、待ってくれよ。なんかいやそせかすなよ、行くからさ。俺頭いって分かったよ、俺が倒れたんだ、行くよ。なんかね一つだけわからねえ、言ってんだよ、言ってみりゃ分かるんじゃねえかな。じっとごめん、よくそれで生きていられるねお前ってもなんて。日本はね、はっこいてんだよ、ほら見ろこんな人当たってる、みんなお前のこと見てんだよ。恥ずかしいと思え、恥ずかしいと。なんて、ちょっとどっちかダメだよ、今の来て前へ出よったらそうはいかねえ。ねえよ、こっちは行き倒れの塔に連れてきたんだ。ちょっとどいつかい、目の色がおかしいから。どいつかどいつかどけって見せ物じゃねえんだよ本当に。うんとどけってんだよ。あ、どうも先ほどは。またあの人が来た。あの人が来ると物が上がんなくなっちゃう。お前さん違ってたでしょ。違ってねえんですよ、違ってないと思う。もうね、当人それ聞いてがっかりしましてね、で来るの嫌だなんて生意気なこと抜かしやんすよ。それからまあね、無理に引っ張ってきたっていうようなわけで、やっぱり誰か変わってくれよ、話が分からなく。ちょっと落ち着いてくれ、落ち着いてくれ。この倒れた人の兄弟とか、まだそんなこと、物分からねえ人がいるもんな。おい、出てこいよ。え、いろいろこちらには世話になってんだおめえ、ね、挨拶しろよ、挨拶するよ。なんか一つだけど、分からねえ、いいんだよ分かんねえこと、お前が来てみりゃ分かるんだから。分かるけど、
こんにちは。二人になったよ。おい、おいやだよ。なんだよお前さん。ゆうべ私はここに倒れちゃったんだそう。知らなかったもんですからつい帰っちゃいまして、でまあ死のものだから死が引き取りってとこう思うんだよ。ええ、それでいいんだな。それでいいんだよ。で俺はどこに。おめえはここに。これ俺か、これがこんなにこうブクブクなってたから。いいかい、てめえは一晩夜露にさらされた。膨らんだんだよ。夜露に膨らんだわね。は、俺だ。やってるよ。もうねえな、自分で見て分かんなくちゃしょうがない。二人でやってんだよ。俺ダメだダメだ、触っちゃダメだ、痛いって言ってみれって。俺だよ、俺だよ、おめでとう。俺だよ、こんなになっちゃって。こんななんだったらもう少しなんか食べてよかった。もう遅いよ。大体大体やってもやいっしょ。さあやいっしょ。この俺、俺に世話が違う。この俺に、あ、兄貴、ここは分かんねえんだ。何が。だって死んでるのは俺だろ。そう、死んでるのは俺で、死んでる俺を抱いてる俺はどこの誰だろう。